さあ毎週月曜日のこの時間は秘密の研究室からパフューム研究員が登場。待ってたよ。今週の水曜日、パフュームが過去に発表したライブ DVD6 作品が高画質のブルーレイ版となってリリースされます。ファンサービスから原宿アストロホール？ん？というわけで今夜は当時のライブの様子をブルーレイだけに鮮明に思い出せるか研究していきます。パフュームロックス、思い出せるかな。思い出せねえだろうな。パフュームロックス、サーリングPerfume。ラジオネーム、ソーイーからの依頼。ブルーレイになったライブのことを、うん、ブルーレイだけに、うん、鮮明に思い出せるかを研究せよ。あらまあ。面白い。ありがとね。気の利く子だわ。気の利くありがとね。パフューム過去 DVD、ライブ DVD6 作が、初のブルーレイ化となって8月14日に発売します。イエーイ。ここにね、うん、ちょっと一覧があるんだけど、はいはい。鮮明、まあブルーレイなんでね。ブルーレイだけに。鮮明に、うん、覚えてるかっていう。でもだって1個目とかさ、うん、そのブルーレイになる1個目とか、うん、2006年の12月21だよ、うん、ファンサービスビター。いつかってことよね。7年前。7年前っていくつ？だってさ、もう高校3年生。うわ、高3か。いや、そりゃタイトルもこうなるよね。パフィームがいっぱいサンタ呼んじゃいました。どうした？サンタさんいっぱい来てくれたらいいなー。ねえ、あれだわ、鮮明に覚えてんのはやっぱこのタイトル決めた時、うん、もう21日でしょ、12月21日。そうそうそう。パフュームがサンタになるじゃなくて、うん、もう高3の女の子が、うん、ファンの人いっぱい集めて、うん、サンタさん来てってサンタさんおいでっていう。みんながサンタさんでしょ。みんながサンタになればいいじゃん。楽しみにしてるね。待ってるねって呼んでみました。そのノリの感じね。白いこういう大きいやつ持ってきてね。サンタの格好してもらえばいいじゃんみたいな。いいじゃんいいじゃん。出てますね、この原宿アストロホール感が出てます、ね、若さ出てるね。あ、懐かしい。でこの原宿アストロホールの後からそのライブは何本もやってて、うんうん、ポリリズムでバーンって出させてもらった後に、うん、リキッドルーム、代官山ユニットやって、リキッドルームやって、うん、でそれでアックスじゃなくてゼップやって、うん、でアックスやってみたいな。でその後にゲームツアーだから、だいぶあったね、この間。だいぶこの間にいっぱいあるんだけど、うん、DVD 化されてないものがたくさんあるからね、うん、で DVD になったのがゲーム。これさ、うん、ゼップ東京はツアーの前半なんよ、うん、そう、うん、前半の私たちと、うん、でアンコールの模様は6月1日のファイナルぐらいか、うん、そう、ファイナルが横浜ブリッツだったんだね。そうだから、もうこのたった1ヶ月だけど、うん、やっぱ若さね、うん、1ヶ月だけでさえも、もう顔が全然違うの、成長、うん、このすっごいなんかしっかりとしたね、表情が、表情が違う、うん、なんか絶対楽しんで帰ってもらいたいみたいな気持ちと、うんうん、こんなの用意しましたっていう自分たちのね、うん、なんか異性というか、うん、そういうのが顔に出てて、出てる、本当に違うよね。超鮮明、鮮明、超鮮明。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。続き、ブルーレイになったライブのことを鮮明に思い出せるかを研究せよ。続いて、パフューム武道館。武道館、あー、武道館だもん。2008年11月6日7日日本武道館で、うん、やったワンマンライブ。もうこれは本当に夢のステージだったね。本当になんかここまでが一番なんか、うん、自分たちが思い描ける最高の舞台っていう、うんうんうん、目指すっていうものの最高潮の場所だと思ってたから、うん、立ててるだけで奇跡で、うん、立ててることだけでも本当に意味があった。あ、でも素晴らしかったよ。この DVD 好きだな。あ、マカロニで回ったことをすごく鮮明に。 あれ大変だったね。マカロニで回った、スタンドの位置をさ、こう
なんていうの、三角形、うん、三方向にね、三方向にドキドキしたね。ドキドキした、うん、私この武道館の時最初の衣装すごい覚えてる、うん、あ、分かる。ピンクのラメラメのすごい長いやつ着て踊って、ひらひらのね、綺麗、うん、な、あれ、これの時って最初にさ破ってさビリッてやってダダダダダダってなったやつ、ビリッてやった、そうだよね、うん、ラメのやつでそのまま走ってみたいな、あ、すごいかっこいい演出を結構入れたの、からのエッジみたいな、そうそうそう、すごい覚えてる、かっこよかった、めっちゃかっこつけた、ね、覚えてるわかっこよかったね、カシウカに髪の毛をこうかき上げたらいいんじゃないみたいな言った気がする、言ったのを鮮明に覚えてる、その時すごい、私さえ覚えてないその他が全然覚えてない全くガサガサなんですけど、こっちの映像続いてPerfumeセカンドツアー2009直角二等辺三角形ツアー、はー、2009年8月から10月に行ったツアー、これもう2009年なのね、へえ、信じられない、うわーか、すごいね、これは横浜アリーナのツアーファイナル、10月15日、ツアーファイナルなんだ、楽しかった、横浜アリーナ、ね、私やっぱゼログラビティすごい覚えてる、あー思った、印象的、あのサイコロみたいなしたやつの上に乗って踊ったり座ったりとかして、なんか三方向にあの伸びてるステージだったよね、うん、でそのなんか道の先にサイコロを置いて、うん、走っていってサイコロの上に立ったりして、懐かしい、楽しかった、ね、なんかさ、うん、キスアンドミュージックとかやって帽子使ったよね、帽子使って超セクシーな歌ったのキスアンドミュージック恥ずかしいベースメンってね、なんかさひたすらカッコつけんといけん曲だったけどさ、めっちゃ頑張ってるけどさ、今見るとめっちゃ恥ずかしいよね、わかる、写真集出したよね、出したね、出した、直角二等辺三角形さ、かっこよかった、出したね、いやこの時に私が鮮明に覚えてるのは、うん、足がすごいその時なんか痛くて、うん、手術するなんか前、うん、だったから、かそう、これの間にやったいの、うん、ドームとの間に、うんうん、で靴がそのヒールが履けなくなっちゃって、うん、私一人ウェッジソールの サンダル履いてた、履いてた、今じゃ考えられないけどサンダル履いてツアーやってたから、なんか一人夏の少女みたいな、そう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 、一人すごい夏の少女だったよねなんかちょっと小学生感出るみたいな、うん、幼さ出るみたいな、でもさ3人ともさ、うん、結構バラバラな衣装っていうかさ、うんうんうん、私も長めのズボンだったり、うんうん、したっけね、懐かしいね、この時もあったの、うん、だったりとかラインストーンがいっぱいついてね、うん、あの衣装すごい好きだった、それぞれの姿勢が出てたのね、うん、今はちょっとお揃いっぽいのが多いけどね、そうだね、そうだね、振りも揃って見えるっていうのが分かってない、うんうんうん、歴史ですね、歴史ですね、続いて東京ドーム来ましたね、1年先頃草地球場11、2010年11月3日こっからだよね、その靴もさ揃えた方が綺麗に見えるって気づいたの、これ2010年なんだ、もう3年続けてることなんだね、そうなんだね、ほんとだ、それびっくり、ドーム3年前なのか、あれまあ、いやでもあの時、うん、あの時のさ衣装すごい印象的じゃない、印象的、うん、緑のさキャベツみたいな、そうそうゆかちゃんキャベツみたいなついてるやつ、ティンカーベルみたいな洋服と蛍光のやつ、うんうんうん、そうそうそう、なんかこうすごいステージが高くなったりとか段が出たりとか回ったりとかすごい仕掛けだらけで、その同じセットの大きさを組めるところがなくって、幕張に行ってわざわざリハしたの覚えてる、そうだ、ここの片方だけの花道だけ作るんでこの長さで練習してくださいみたいに言って、幕張メッセで挑戦でみたいな、そう、それすごいすごい言ったよね、踊り破壊みたいな、みたいな、本当だよ、ライブとかするとこなのに一日限りだったもんね、うん、それこそさ本当その時にも思ったことをさ鮮明覚えてんだけど、一、うん、日だとしかも東京ドームさんだとなんかいっぱいお金かかるけ収集つかんのんと、うん、本当は、うん、その売り上げ的にプラスにならんっていうか、うんうん、なのにそれだから 2days 絶対やらんと絶対プラスにはならんのに、うん、1日でやろうって記念日だからとかって言ってくれたそのスタッフさんの気持ち、うん、ねえ、チームとして本当記念にしよう、うん、自分たちをも含めて記念にしようみたいなのを、うん、すごい嬉しかった、嬉しかった、スタッフさんにみんなにネームプレート作った、作ったねー、作った、それこの時だ、そうだ、ドームの時に300人くらい、そうかそうか、一
人100個ずつとかね、ずつ書いたんだっけね、うん、前日になんか買いに行って、そうそうそう、一緒に東急ハンズ行ったね、そうこのシール横に貼ればいいと思うとか一個一個書いた、コメント書こうみたいな、そうそうそう、コメントどんな感じに書いたとかで写真でいっぱい送りやっこしてねえ、ずっとやったね、あれ作ってる時のことすごい覚えてる、覚えてるわ、ね、鮮明ですね、いやで最後は Perfume サードツアー JPN、わ初のアリーナツアーから2012年3月31日4月1日の広島クリアリーナ、そう、思い出の地のね、自分たちの地元の凱旋公園って呼ばれるものを入れたいねっていう意味で JPN 広島にしたんだよね、そう、もうこのオープニング出てくる時、うん、階段降りるのもう本当に毎回超緊張して、わかる、あの電飾が上に上がって下に下がるよね、うん、私たちが降りるとその段が光るっていうね、光るのだっけ、うん、うん、はあ、あ、電飾ね、ステージのこういう雷状態降りてって光って上がってくる、そのなんかセット越しに見えるお客さんの顔とかめっちゃ覚えてる、鮮明、そうで、すごい静寂なこういう感じから始まるから、うん、お客さんもなんて言うんだろう、鳥肌がもう止まんない感じで、あ、来る、あ、来る、あ、来る、あみたいな、こうどこにテンション持ってったらええねんみたいな、こう盛り上がる気持ちみたいなのをね感じたよね、どの会場でも。グリーンアリーナね、ディズニーオンアイスの、ディズニーオンアイスのさあ話したわ、2日間ね2日間とも地元コラス絶対言わんと思ってディズニーオンアイスの場所でうちらだけのライブができるなんてみたいな、いやでも嬉しかったな、忘れんね、うん、さあ覚えてるもんですね、いや覚えてますね、鮮明は鮮明でしたね、本当にやっぱライブのこととかはやっぱ忘れないね、何よりも忘れないね、うん、しかもさらにさ、またブルーレイで見たら、うん、また思い出しそうだよね、これそうだね、本当にブルーレイって本当にすごいね、すごいよ、なんかあの映像を見てる感じじゃなくて、もう本当その時のライブを見てる感覚で、本当そう、もうさ、その場にいたよね、そうなの、だからイカチェックした時にこの間ね、チェックした時にいる本当に変な気分だった、昔の自分がそこにいるみたいな、わかる、ちょっと恥ずかしいっていうか、うなんか対面した感じで、もう久しぶり、頑張っとるね、お客さんはじゃあ昔の私たち会えるって、そうだよね、知らん人も見てほしいな、ね、この機会に、ほんま綺麗じゃけん、うん、うん、うん、もうぜひ皆さんあさってブルーレイ一挙6作品リリースです、はい、ぜひよろしくお願いします。今週の水曜日に全6作品がリリースされると、はい、うん、ファンサービスかっこビターね、はい、まあ、これ俺初回版がなんとか手に入らなくてだね、うん、でいろいろネットでは探したんだけど、ファンにとって初回版手に入らない時の悔しさったらないよね、いやめちゃめちゃ俺ね、あの都合でねゲームの DVD も手に入れることできなくて、やっべーってめっちゃ探してやっと新宿ツタヤで1枚手に入れた、あーおめでとう、ステッカーついていた、おめでとう、武道館とかちゃんと買ってるね、うんうん、直角二等辺もちゃんと俺店で買ってるね、うん、なんとね限定版かな、うんうん、紹介ね、うん、全部持ってんだな俺な、全部、うん、素晴らしい、ちょっと引いちゃったよ俺、漏れなく全部持ってるからね、自分でね、うん、今振り返って全部見どころあるね、うんうん、でもまあ一個だけ言ってこうかな、やっぱな JBL ツアーね、はい、あのメドレー始まるところ、うん、最初シークレットイントロなんだけども、うん、イントロだけで歌が不自然なガールになった時のあーちゃんの舌ペロっていう顔、あれねやっぱね見どころね、あれねあれやっぱ何回も巻き戻して見ちゃうから面白い、ね、この人面白い、そこ見どころやで。明日のこの時間は我が校の B 組の講師ベースボールベアー先生が登場、ベイボーベロックス。